ツリオン64は AMD の AMDK8 アーキテクチャのマイクロプロセッサ AMD のノートパソコン向け製品群 AMD ツリオン64モバイルテクノロジーの中核となる製品である。AMD ツリオン 64AMD ツリオンは2005年に発表された AMD のモバイル CPU のシリーズである。ツリオンという名称は 旅行を意味する英単語ツアーに由来する造語である。ロゴマークにはオレンジ色の穂の衣装があしらわれている。アスロン64と同じ AMDK8 アーキテクチャの製品であり、モバイルアスロン64の後継製品という位置づけがなされ、モバイルアスロン64より消費電力が低く抑えられている。アスロン64シリーズ及びセンプランシリーズと、 共通のソケット754プラットフォームに対応する。一部の大手メーカー性能と PC で採用された。当時のモバイル CPU としては珍しく、リテールパッケージ販売がされたほか、一部ではバルク品としても流通した。AMD は2006年にツリオン64の後継製品として、ソケット S1 プラットフォームに対応するツリオン 64X2 を発表し、 ツリオン64シリーズは終了した。ツリオン64モバイルテクノロジーでは、アスロン64と基本的に同一のプラットフォームを利用する形態をとっており、専用 CPU、専用チップセット、専用ネットワーク製品より構成されるプラットフォームとしたインテルセントリノモバイルテクノロジーとは対照的である。セントリノのロゴを使用するにはプラットフォームを構成する。 要件を満たす必要があるが、それによってインテルから PC ベンダーに対し資金的な供与が約束される。対し、AMD では、そのようなプログラムは行われておらず、資金供与は行われないもののセントリノと比較すると、多くの自由度がある。これは、チップセットなどを基本的にサードパーティーに依存していた、当時の AMD の経営事情によるものでもある。スリオン64の モデルナンバーは、モバイル用途への適応度を示す、アルファベット2文字と、処理性能の上下関係を示す2桁の数字からなる。アスロン64のそれとは異なる方式で、どちらかといえば、アプタランやアスロン 64FX のそれに近い。ツリオン十四では、熱設計電力により、モデルを分けており、十五 w モデルを、ML、十五 w モデルを、 MT としている。M の後ろに続く1文字のアルファベットが、そのモデルのモビリティレベル、すなわちノートパソコンなど、携帯機器に搭載するにあたっての適応性の度合いを表している。A から Z までのうち、Z に近づくほど、モビリティレベルは高いものとされる。ランカスターは、ツリオン64第1世代製品の開発コードネーム。 90七メートル SOI プロセスで製造され、64ビット拡張技術、AMD64、拡張ウイルス防止機能深度拡張命令3なお、プロフェッショナルテクノロジー及び、SSE2SSE3、省電力機能パワーなお、などをサポート。対応ソケットは、ソケット754で、800MHz ハイパートラポートに対応。メモリコントローラーを内蔵し、 PC3200 の DDR スタラムにシングルチャンネルでアクセスする。ありがとうございます。